田製作所です。神奈川県相模原市というところでギターアンプの修理と販売を行っております。 YouTube の動画では主に販売のアイテムのご紹介や修理の模様、そしてですね、いろいろと試奏動画などをお見せしております。もしよろしければですね、あのチャンネル登録と動画の高評価よろしくお願いします。動画制作の励みになります。はい、そんなわけでね、今日はこちらケンドリックの2112というモデルです。2112ってね、ラッシュ好きな僕としてはググッとくる名前なんですけれども、なんてことはなくて、これ12インチ一発 の、 デラックスタイプ、5E3 フェンダーのツイードのね、デラックスですね、こちらの、クローンという感じです。で、ケンドリックのオリジナルのフェライトスピーカーを積んでいまして、そして、デラックスでおなじみのノーマルチャンネルというか、ノーマルチャンネルとブライトチャンネル、そしてトーンは1つだけという潔い構成になっています。 6V6 のプッシュプルで出力はだいたい 10-15W ぐらいな感じですね。で、これ 100V 仕様なんですよ。で、ケンドリック、よくあるフェンダークローンと一つだけ違うところがありまして、パーツの構成とかはね、全くヴィンテージのフェンダーと一緒なんですけれども、フェンダー特有の紙のボードじゃなくてですね、ファイバーのボードを使ってます。でも、まあもちろんファンドワイヤードなんですけれども、これによってね、紙のボードだと湿気を含んでボソボソノイズが出たりするんですけど、経年で、それがないっていうのがメリットかなというところです。まあ、うんちくを置いときましてね、この後弾いてみましょう。いかがでしたでしょうか。こちら現在販売中です。在庫状況とか価格、そして詳細につきましては動画の概要欄、デジマートのリンクからご覧ください。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。